ニーさんってイタジャが買いましたか？ドラゴンボールの。おお、あ、あ、あ、当たり前だ。いっちょ行くぜ。メッセージ出しがトニーだ。皆さん、ドラゴンボールイタジャがご存知ですか？イタジャガが何かと言いますと、スナック菓子なんですけど、そちらになんとプラカード入ってます。こういうのを待ってました。待ってましたって言ってももう4弾出てた。俺存在知らんかったんやけど、コメント欄で結構来てて、イタジャガ開けてください。イタジャガなんぞやそれ。調べたらなんこれマジで買うしかない。用意しました。あーこちらでーす。箱で買いました。なに箱行ってもうたわ。店に置いてあるサイズや。最近よりこれ発売された。その日に買いました。ビースト書いてあったりとか、悟空4、陰神路とかなんかいろいろ載ってて、めっちゃ楽しみやな。イタジャガドラゴンボール第4弾メタリックカード1枚入り、カードが入ってます。20個入りです。こちら30種類なんです。かぶりなしでいけばほぼコンプいける。やばくね。オリジナル書き下ろしステッカー、くっそ楽しいないか。これちょお菓子なんで編集のお供にします。味は薄塩味、全く想像できん。どんなデザインなのかも見てないんで楽しみです。うわ怖っ、これ開けるの。おきたきた、うわった、うわー、やばい、この量です。パッケージが何種類かある。うわ、エクくないこれ。やばい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 。バリかっけーやけど。3種類ある。ご飯ビーストとオレンジピッコロ、悟空4とインシング、悟空のカメハメハグ。バリかっけー。今回種類、あ、裏に種類載ってあった。種類は隠しといて、レアリティがノーマル、レア、スーパーレア、コンセプトレア、スーパースペシャルレア、そしてシークレット。シークレットあるんや、とに。オールメタリック仕様で SSR、SR は豪華、白押し。絶対に当てなければならない。20パックあるけんだ。シークレット入っとっちゃね、これ。ビタジャガドラゴンボール第4弾、20パック開封していきたいと思います。一丁行くぞ。一丁行くぜ。記念すべき、1パック目。これちょっと楽しみすぎる。オリジナル書き下ろしってやばくね。もう多分全部かっこいいよ。お菓子もどんな味するか食べたい。おお。これの下に挟まってましたカード。お菓子なんかでかない。本当にイタジャガって感じ。ちょ味見していいっすか。いただきます。普通にうまそうじゃね。シールウェアハースのダンボールみたいなお菓子比べたら全然うまそう。うまくねこれ。やばい、めっちゃうまい。永遠に食えるよこれマジ。スナック系のポテチの味みたいな。これ20個も食える俺。デブ確定やん。ということで、この中にカードが1枚入ってました。それでは行きます。いきなりシークレット来ていいよ。3、2、1。うわぁ、かっけぇ。やっば、レベチレベチ。うわ、かっこよくね。え、じゃあ待って。表紙におるんやけど。表紙におるっちゃけど、この元気玉。まさかシークレット出た。え？裏にレアリティ変えれそう。行きます。うっそそうっそそうよ。え、なんかめっちゃ解説書いてある。みんなオラに元気をあげてくれ。どういう場面であったかみたいな。魔人ブーの最後の戦い。やば、解説書いてある。あっつー。なんか昔こういうやつあったよね。懐かしい、この感覚。SSR? マジで？いきなり？元気玉悟空。SSR です。めっちゃかっこいい。やばい。次元違うぞ、これ。絵がレベチ。え、上から2番目じゃない？何枚あっても。2パック目。こっからちょっとカードだけ抜き取ろうと思います。いやー、ドキドキ。それでは、2パック目。シークレットって多分やばいっちゃうので、光り方。パラレルとかあるから。3、2、1。やっばーバーリかっけー、カンパでこれ。ビーストきた。シグルじゃないこれ。果たしてレアリティは。レア、これでレアない。まあ、確かに光り方が若干悟空の方がラメみたいなのがこう反射で入ってる感じがするんですけど、これでレア。バカンコーサッポーとまた解説が書いてある。ショーン、ご飯、ビーストレアです。かっこよ、クオリティ高っ。3パック目、じゃんじゃん開けていこう。表紙に書いてあるこれのシークレットあったよね、あのヒーローズで。これも入ってる。熱っ。誰が来ても嬉しい。いきます。3、2、1。おおおおおかっけぇ。邪念馬来た。えぐる、クソかっけんやけど。レアリティがノーマル。ノーマル、これでゼロ。何が出ても発狂やん、これでノーマルなら。邪念馬ノーマル来ました。しかもちょっと光っとんぜ。ノーマルでもキラキラなん。これがメタリック仕様ってやつ。 Z からスーパーまでいろんなキャラクターが入っとんかもしれん。熱すぎ。4パック目、20パックあるんで、それでは行きます。4パック目は誰が来るのか。おおおおラディッツ、全部かっけえなマジ。レアリティが
ノーマルです。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。ここにいつの時代のドラゴンボールなのかも書いてあります。ドラゴンボール知らん人でもこの解説見てキャラクターがどういうキャラクターか知ることができる。ラディッツノーマルです。でもさ、最初のこの悟空よっぽどヤバかったっちゃろうね。相当レアよこれ。1パック目で来るそれ。大丈夫幸先。5パック目シークレットどんな感じなんやろ。シークレット多分1種類しかなさそうやから。さあ行きます。5パック目は誰が来るのか。おおおおかっけー。タピオン来た。やばいやばいやばい。タピオンクソイケメンや。冬吹いてます。これはレアリティが、これもノーマル、このクオリティで大満足です。コンビニで見かけたら絶対買ったらいいよみんな。頼む、俺を勇者のまま死なせてくれ。かっけえマジで。タピオン&ヒルデがノーマルです。改めて鳥山先生絵うますぎやろ。次元違うよ本当に。この髪型俺も真似しようかな。ついで6パック目テンションぶち上がり第4弾って今まで俺なんで知らんかったん。出遅れたよ。さあ行きます。果たして誰が来るのか。おおかっけー。全部かっけーって言おうや。全部かっこいっちゃもん。だってやっぱベジータブルー来ました。めちゃくちゃかっこいいやけど、これ光り方結構やばくね。レアリティが、あ、レア。さすがにレアか。ちょっと光っとうもノーマルに比べたら。マジかっけ。これあれやろ、ゴールデンフリーザーにとどめ刺すし、俺様はあいつみたいに甘くはないぞ。くぅ、しびれた。ボコボコにしたよねフリーザー。スカッとしたよねあのシーン。ベジータブルーレア来ました。素晴らしいねこれデザイン。硬いよ、なんかあのプラスチックみたいになっててしっかりします。一丁いくぜ。7パック目とかもうビーストも出とうけんね。シークレット来てほしい。入っとうかな。7パック目は果たして誰が来るのか。かっけー。えぐー。これやばいんじゃないと思う。トランクス GT じゃないこれ。画面越しでも伝わるよねこの迫力。めちゃくちゃかっこいいこれ。レアリティがノーマル。これでこれでノーマル。大丈夫ですか悟空さん。パンチャー。あー、やっぱ GT、 ちゃんと GT って書いてあります。ベジータとブルマの息子。ほらもうこれトランクスが何者なのか全部この裏に書いてある。トランクスノーマルです。一個一個さ、このフィルムみたいなの入っとうのめっちゃありがたくね。傷が入らないようになってる。かっこよ。8パック目 SSR は最初の1枚悟空元気玉だけです今んとこ。最初やったっけ SSR ってすぐわからんかった。さあ8パック目は誰が来るのか。うわ、うわ、うわ、かっけえ、えぐ。やっぱこれめっちゃかっこいい。これ Z やろ。初めてベジータと戦う時じゃない。これレア。うわ、やっぱ最初ほらベジータと戦う時、まだ海洋剣しか使えん時。デザインやばこれ。孫悟空レア来ました。一生眺めとける。いやこれ飾りたいっちゃけど、額かなんかに入れて。そのレベル、なんか一枚一枚特有なデザインでマジでかっこいい。9パック目何が出ても嬉しいな本当に。さあ行きます。頼む。シークレット来い来い。うわうわうわっし、これは絶対やばい。これは絶対やばいやろ。パラレルみたいなやつだったけど可愛くねこれ。絶対やばいの引いた。デザインが今までと違うもの明らかに。やばいじゃないと。シークレット、まさか。え、シークレット、え、シークレット、シークレット。マジで SEC ってシークレットよ。9パック目でシークレットきた。やっぱりそうよね、明らかにスペシャル感あったもん。これ1種類なんかな。シークレットもう当ててしまった。まさか。まだ序盤なんですけど、ブルマのシークレット来ました。裏にこれは解説書いてないって。アートリア的な。やばいこれ、大当たり大当たり。結構高いじゃないとこれ。他にも種類あるんかなシークレット。楽しみ。ついに半分迎えました。10パック目。いやもうシークレット出たけめっちゃ気楽なんやけど、なんか他にどんなデザインがあるかがもう楽しみ。今んとこ被ってないんです。さあ10パック目、果たして誰が来るのか。うわうわうわっしゃ。やばいの来たんじゃないとこれ。かっこよくね。やばいやばいやばい、ゴッド悟空来た。えぐ。果たしてレアリティは。レア。これで続けようぜビルス様。神と神のシーンかな。これはやばい。やったぜ。孫悟空ゴッドレア来ました。半端ねえこれ光り方が。画面越しじゃ伝わらんぐらいの迫力とクオリティです。下手したらヒーローズ以上かもしれない。めっちゃ嬉しい。ゴッド悟空やったぜ。